スリングショットスリングショットとは女性用水着の一種である。男性用スリングショットはマンキニというマイクロビキニと同様に肌の露出が比較的大きめの水着として知られている。英語ではスリングビキニ、ツーウェイあるいはサスペンダービキニと呼ばれる。上と下がつながっている点はワンピースと同じだが布が縦長で首、胸、 へその横を通って股間まで左右にに分割され、横につながる部分が首と腰しかない点が特徴である。この型が透析機のスリングショットに使われる布を連想させるため、その名がついた。布が上下に渡っている関係上、ブラはホルターネックに比較的近いデザインとなり、ストラップレスビキニと正反対である。このため、 ブラの防備は前後の移動には万全だが、左右の移動には弱いのが欠点である。その反面、胸の部分を横から見た時の無防備さと刺激度は満点で、そのインパクトはビキニに匹敵する。ツートンカラーを採用する場合、左右に分かれている点を活かし、左右2色に分けられたカラーリングも多い。ボトムも必然的にハイレグやティーバッグが適用されやすいデザインである。 バリエーションとしては、胸の横から、脇の下からにも紐がある、ブラの間に、多数の紐があるなどが挙げられる。ただし、紐があまり多いと、単に面積の少ないワンピースであり、左右の布の間は、紐が少ないのが、正当派とされている。また、長大な V 字符が肩から股間まで一貫するだけという、過激なデザインの水着があるが、スリングショットでなく、ーストリングと呼ばれ、 別物とされることもある。バックスタイルとしては V 字のもの、非常に過激な I 字のもの、それと Y 字のものがある。元々の発祥地は1980年代末から1990年代前半にかけてのアメリカのフロリダであり、ビキニコンテストでの着用がスリングショットのブレイクのきっかけである。この頃のフロリダのビキニコンテストはスリングショットを着た女性で溢れ、中には プロのスリングショットモデルもおり、彼女たちは様々なコンテストで毎回異なるスリングショットを着用してはファンを楽しませた。サー・キット・ガールは日本でいうローカルなグラビアアイドルに近い存在だった。サー・キット・ガールたちはスリングショットを着てダンスを披露するためにビキニバイトと呼ばれる接着剤を使い、水着の胸の部分と胸を接着してズレを防いでいた。 サーキットガールは自らほぼ裸に近いスリングショットをビキニコンテストで着用し賞金を稼ぎ成形を立てた。当時フロリダのローカル番組ではビキニコンテストの内容が放送されていた。ビキニビーチパーティーというビキニコンテストの VHS が発売されることもあった。フロリダのビキニコンテストやスリングショットは日本国内でも 世界丸見え。テレビ特捜部で1990年代半ばに紹介されたが、本場のモデルがスリングショットを着て、スタジオに登場し、その内容はあまりにもゴールデンタイム枠とは思えない、過激な内容であった。日本では過激なデザインとして捉えられ、グラビアアイドルの一部に見られる程度となっており、一般に使用される水着としてはあまり見られていない。逆に、露出プレイの一環として、 公共プールなどでこの水着をあえて着用する女性も少なくない。男性用のものもあり、テレビ番組、ダウンタウンのゴッツええ、漢字で放送された人気コント、放課後電磁波クラブで、今田孝二、東野孝二が着用したことでも知られている。ジョシュ・フリードマンローレント・サー・ムニュス、フォックス・スケールズ・バック・ボーラットムービー、 S オープニング、ザコメディウィルファースト B ショーイン800シアターズ、ダウンフロムに、レイレイレイ、アミット、エラックオブアワネス、ザ、ロサンゼルスタイムズ、ページ C1、2006年10月25日ハット、マンキニにバンヘルプスインプルーブミユキ、S イメージハット、レキシコグルファースプリファーエイマンキニにハットテーゼ、アーザニュアーズインザコンサイスオックスフォードイングリッシュ、ディクショナリーマンキニ、に、 無端語とは何かどういう意味かありがとうございます。